東日本大震災から発災からですね、まもなく12年が経とうとしております。今回は2度目の就任となりますけれども、私の初心に帰ってですね、改めて総理からのご指示いただいた通り、現場主義に徹して、そして被災者の方々に寄り添いながら、たたえ割りを排して司令塔の役割を果たしながら、被災地の復興に全力で、尽くしてまいりたいと思っております。私の思いは、一番思いの強いところは、やはり福島が世界においてマイナスのイメージがある、これをプラス転換どうしたらいいかということを、私が復興大臣の時に考えたのが、国際研究開発機構の必要性です。これは私は全力で取り組んでいきたい。福島の復興はまさに私はここにあるというぐらいの思いでですね、頑張っていきたいなと思っています。